こんにちは、アラサー夫婦です。今回は2021年振り返りっていうテーマでお伝えしていきます。2021年もあと数日で終わりますね。今年も皆さんお疲れ様でした。いい1年になりましたか？個人的にはこの1年間は30年生きてきた中でかなり濃い1年になりました。今回は2021年を振り返ろうということで、5つのテーマ、投資結果、働き方、副業、配当金、貯蓄額、それぞれ具体的な数字を紹介しながら振り返っていこうと思います。ちなみにこの動画が今年最後の動画になります。肩の力を抜いてリラックスして聞いてもらえたら嬉しいです。そして最後には来年の目標について軽くお話しできればと思ってます。では早速振り返っていきましょう。まずは投資結果見ていきましょう。すべてご紹介するのはちょっと大変なんで、ここでは現在保有している銘柄の中でリターンが良かったトップ3とワースト3をそれぞれ紹介していきます。まずはトップ3見ていきましょう。第3位は EMAXIS/SLIM 米国株式です。プラス 65.2%、 評価額は約17万円、含み益が 67,444 円です。投資信託が第3位に入りました。この投資信託は S&P500 に連動する投資信託で、低コストで人気の銘柄ですね。この銘柄はコロナショックのあった2020年3月頃から数ヶ月間だけ投資していたものです。なのでちょうど株価が安いタイミングで仕込めたので、これだけリターンが高くなってます。第2位はオリックスです。 69.6%、 71株保有しており、評価額は約16万円、含み益が 66,278 円です。このオリックスはコロナショックから株価爆上げしましたね。株主優待もできれば欲しいので、来年は100株まで増やしたいと思ってます。そして栄えある第1位はトリプル Q です。こちらプラス 98.1%、 9株保有しており、評価額は約40万円、含み益が202,344円ということです。このトリプル Q は皆さんも投資している方多いんじゃないでしょうか。こちらナスダック100指数に連動する ETF で、今をときめくハイテク銘柄が多く組み込まれているものです。このトリプル Q もコロナショック時にまとめて購入して、そこからはずっとホールドだけしてました。追加投資はしてなかったですね。で、さらにですね、この円安の影響もあって、今ですね、これだけリターンが高くなりました。では次にワースト3見ていきましょう。第3位は、キリンホールディングスです。マイナス 6.1%、 50株保有しており、評価額は94,000円、含み損 6,175 円です。キリンホールディングスはミャンマーのですねクーデターもあって、このミャンマーでの売り上げがですね、減損となって、なかなか株価が戻らない状態ですね。個人的には食料品セクターとして分散の意味も込めてホールドしてます。利回りも 3.4% ほどあるので、しっかり配当金をもらっていきます。続いて第2位は武田薬品工業です。マイナス 7.2%、 85株保有しており、評価額は26万円程度、含み損は2万910円になってます。武田薬品といえば、今年治験中の新薬に不具合があり、治験がストップしてしまったんですね。その影響を受けて株価が一気に下落しました。そのタイミングでですね、私も結構武田薬品買い増しました。で、さらにですね、そこから下がったので、現在はちょっと含み損を抱え中です。武田薬品についてもヘルスケアのセクター分散の意味も込めて、今後も長期保有していきます。そしてワースト1位になったのはセンチュリー21です。マイナス 7.7% で44株保有しており、マイナス3916円、これは確定した損失です。損切りをしました。損益通算ですね。センチュリー21はもう購入してからずっと含み損のままでですね、その間配当金は受け取っていたんですけど、配当金も減配をしたり、業績もなかなか良くないということで、今回ですねお別れすることにしました。トップ3、ワースト3を見て皆さんいかがでしょうか。私自身は値動きの激しいグロース株投資とか、あと IPO 仕立ての銘柄に投資する、こういったことは一切してないですね。基本的にはインデックス投資とプラス高配当株投資を組み合わせた二刀流スタイルでやっているので、そんな爆益の銘柄もないですし、めちゃめちゃ含み損を抱えている銘柄っていうのもないといった感じで、このスタイルが個人的にはやっぱり精神的にも合ってるなというふうに感じました。以上が投資結果についてです。次に働き方見ていきましょう。この1年で働き方はもう本当にガラッと変わりました。というのもですね、もうこの8年間続けてきた正社員を卒業しました。
で、実際どういう風な働き方に変えたかというと、こちらですね。本当に今年のですね、3月までは私収録勤務をですね、約5年ほど続けてました。今振り返ってもよく収録勤務を5年も続けたなと思いますね。で、そしてこの3月からですね、週5勤務に減らして、そして8月からはなんと週4勤務にダウンシフトしました。週休3日生活ですね。給与体系や福利厚生等についてはこちらの動画で詳しく解説しているので、またチェックしてみてください。週4勤務にした当時は周りの同僚や先輩、なんならお客さんにまでびっくりされましたが、5ヶ月経った今では何にも言われなくなりました。週4勤務にして感じることは、副業、家事、趣味、このバランスがめちゃめちゃいいです。休みが増えたら結構ダラダラしちゃうんじゃないかなっていうふうに思っていたんですが、まあ、そんなこともなくてですね、もう幸福度が爆上がりしてます。週に3日休みがあるだけでこんなに幸せを感じるんだっていうふうに思いました。今だから言えますが、収録勤務の時はこの本業と YouTube と筋トレ、これしかやってなくてですね、奥さんや友達との時間っていうのはもうほとんど取れてなかったんですね。プライベートはほぼ YouTube と筋トレしかやってなかったんですね。しかもこの当時は YouTube も今みたいに週3日ぐらいのペースじゃなくて、週5週6のペースで投稿してたんで、まさにセルフブラック企業の状態だったんです。今思えばあれだけ集中して何かに取り組む期間もまあ大事だったなとは思いますが、もう一回はできる気がしないですね。少しずつ人生の主導権を取り戻せてる感覚です。で、さらに週4勤務にダウンシフトしたことでセミリタイヤへの自信っていうのがかなりつきました。今まで収録とか週5勤務していた時はセミリタイヤできたらいいなーって、なんか憧れみたいな感じで、自分が本当にできるのかなっていう不安が強かったんですが、実際週5勤務正社員っていう皆さんのほとんどが通るこのルートから外れた生活をですねしていく中で、実際案外簡単にできるんだな、あ、これだったらセミリタイヤできるわっていう風な感じになってくるんですよね。これは僕自身意外で、実際にダウンシフトして気づけたことでした。以上が働き方についてです。次に副業を見ていきましょう。今年ですね、実際にやってきた副業はこちらです。まずはこの YouTube ですね。 YouTube はこのメインチャンネルと Vlog チャンネルもやってきました。さらにアフィリエイト、そして趣味から講じた植物の販売、自分で育てた観葉植物の増えた分を販売していました。あとはポイ活、これ皆さんされている方も多いですよね。そしてコロナが落ち着いてきた今年の後半からはですね、少しサッカーのクリニックでお金をいただくこともありました。メインになっているのはやっぱり YouTube ですね。今年1年間頑張ってきて、だいたい月10万円から多い時で30万円ぐらい、これぐらいですね、いただくことができました。結構波はありますが、ざっくりこんな感じです。昨年はそれこそフリマアプリで不要品を売るくらいだったのが、これだけの収入に増えてですね、本当にありがたいです。ただ来年の確定申告でどれだけ税金持っていかれるか、今からビビってます。こう聞くとうまくいっているように見えるかもしれませんが、当然失敗したものもありました。例えば Vlog チャンネルです。沖縄移住までの過程を Vlog でも発信したら面白いんじゃないかと立ち上げてみたんですが、まあ定期的な更新ができませんでした。何度もやろうと決意を固めてチャレンジはしてみたんですが、やっぱりキャパオーバーでした。ただ沖縄移住後の生活は少し余裕ができると思うんで、また再開しようとは思ってます。さらに実は昨年の今頃始めていたスタンド FM です。こちら音声アプリになります。こちらも全く更新できてないです。もう1月の頭に撮ったのが最初で、そこから全く更新してません。この時から音声配信が伸びると言われていて、この波に俺も乗ってやろうっていうことでチャレンジしてみたんですが、こちらも続きませんでした。そしてさらに何を思ったか、今年の夏にはアラサー夫婦のオリジナル T シャツなるものを作ってですね、販売したりもしました。結果売れたのはなんと3枚、しかもそのうちの1枚は妹が買ってたっていうですね、なんとも切ない話です。もともとは自分たちが着たいっていう思いとか、なんか皆さんにプレゼントしたいなっていうことでプレゼント企画にこの T シャツをね作ったりはしたんですが、まあ、それでもですね、もう少し売れるかなとこっそり期待はしてました。こんな感じでいろんなものに手を出しては失敗して、まあ、うまくいったものだけが今続いているといった感じですね。私たちは副業を始めると同時に3つの SNS を始めました。 YouTube 以外にも Twitter や Instagram もやってます。この YouTube は1年間で登録者数が3300人から21300人まで増えました。
本当にいつも皆さんありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。 Twitter は500人から6200人までフォロワーさんが増えました。ツイッターではこの YouTube よりもうふと日常で感じたことについてフランクにつぶやいてますんで、もしよければこちらもフォローしていただけると嬉しいです。そして Instagram は660人まで増えました。主に妻が発信してくれていて、投資っていうよりはおすすめの沖縄情報について発信してますので、沖縄情報が欲しいって方はぜひインスタグラムもチェックしてみてください。 SNS を始めるっていうと、何か自分からいろんな情報を発信するっていうイメージがあると思うんですけど、ただそれだけではなくて、同じ目標を持っているフォロワーさんからこんな情報ありますよみたいにですね、全然自分の知らなかった情報をいただく機会もめちゃめちゃ多かったんですね。これは実際やってみて感じたことです。SNS まだやったことないんだよな、苦手なんだよなっていう意識持っている方も、ぜひこの機会にチャレンジしてみてください。結構世界が変わると思います。以上、副業 SNS についてでした。次に配当金についてです。こちらのグラフは今年と昨年受け取ってきた配当金をまとめたものになります。私たちは昨年の4月から高配当株投資を始めて、これまでずっと続けてきました。昨年2020年の配当金は135,355円でしたが、今年はなんと371,276円と倍以上に増えました。月にすると 3.1 万円です。こちらはこれまで受け取ってきた配当金の累計額です。昨年の6月から配当金を実際受け取り出して、合計金額が507,011円になりました。私の給料の2ヶ月分です。大人になっても高配当株がお年玉をプレゼントしてくれますね。来年もコツコツ積み重ねていきます。投資先やより詳しい情報に関しては先日こちらの動画にまとめてますので、こちらもぜひチェックしてみてください。最後に貯蓄額についてご紹介します。こちらはこの1年間の収支の推移です。赤色が支出、青色が収入です。11月と12月は家計簿公開動画がアップできずすみませんでした。1年間を通してなんとか毎月黒字にすることができました。支出に関してはパソコンの購入費用や旅行代金、こういった特別な支出が重なった時は大きくなりましたが、それ以外はですね、だいたい毎月20万円から25万円以内に抑えることができました。収入に関しては私が勤務日数を減らすごとにだいたい10万円ずつ給料が減っていったんですが、それでも空いた時間を副業に充ててなんとかキープできたって感じです。プラスして妻がフルタイムの派遣社員で共働きしてくれてるのも大きいですね。家計管理を続けてきて、何に自分がお金を使ったら幸せを感じられるかの基準が結構分かってきました。夫婦でも共通している部分と異なっている部分があって、お互いのことをより理解できたかなと思います。この2021年の目標貯蓄金額は550万円にしてました。もともと450万円にしていたんですが、思ったよりも貯蓄のペースが良く、途中で550万円に上方修正しました。結果としては563万円でした。なんとかクリアできて良かったです。やっぱり目標を達成するとドーパミンが溢れて嬉しくなりますね。こちらは1年間の貯蓄率の推移です。低い時で 20%、 高い時で 70% といった感じです。平均にすると 58.4% でした。個人的に貯蓄率はそこまで意識していないですね。貯蓄率を 60%、 70% にキープしたいっていうよりは、毎月の貯蓄額、つまり入金力ですね、最低でも月15万円は毎月プラスにするとか、この貯蓄金額の方をですね、意識してました。以上、ここまで5つのテーマについて振り返ってきました。では最後に来年の目標についてです。来年といえばそうです、沖縄移住セミリタイヤに挑戦します。まだ具体的にいつ仕事を辞めて沖縄に移住するのか日程は決めていませんが、だいたいですね、目安としては4月から6月ぐらいで検討してます。ちょっとまだこっちでやりきれてないことがあったり、コロナで会えてない人に会ったりとかですね、親戚の結婚式がこっちであったりするので、それが終わった後にしようかなと思ってます。で、沖縄移住する際には実際引っ越しとか仕事探し、車の準備とかいろいろやることがあるので、これをですね、 Vlog チャンネルで定期更新していきたいと思ってますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。そしてですね、もういつかですね、来年じゃなくてもいいんですが、沖縄でオフ会みたいなものをですね、モルディブならぬ沖縄オフ会をしたいとも思ってますので、ぜひその際にはよろしくお願いします。もしよければ皆さんの今年の振り返りや来年の目標をコメントでぜひ聞かせてください。
はい、今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今年は本当に皆さんにお世話になりありがとうございました。また来年も引き続きよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。良いお年を。いただきます。どうぞ。どう、シーカーさんの味する？いや、ほんまほのかにかな、うん、美味しいね。